ミラは天下の回り者、時に失うことはあれど巡り巡りて何じらの糧とならん。五万ミラ我に捧げよ、さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与え、できればこれからもなるべく日を明けずに礼拝にいらしてくださいね。ふう、心配されなくてもそうなりそうな雲行きですわ。欠席でもしようものならうちのリラがうるさくて。そのような方がいらっしゃるのはとても幸運なことなのですよ。自らを叱責してくれる人ほど貴重な存在はありませんわ。私もそのように思いますわ。ただもう少し加減してくれても罰は当たらないと思うのですけど。それはメーベルさんのことを心から大切に思っている証拠ですわ。何でもこのところずっと激務が続いて大変でいらしたとか、そういう意味でもこの礼拝がいい休憩になればとのリラさんのお気遣いなのでしょう。ええ、ちょっと悔しいけれど確かにそれは感じるところですわ。ま、それはともかく今日はこの辺で失礼しますわね。教区長様にもよろしくお伝えくださいな。かしこまりました。それではごきげんよう。シスターもこの頃はリラと同じことを言うわね。さてと、次はマーケットの視察だけど、リラはまだ迎えに来ないか。それにしても最近のリラはなんだか釣れないわね。今日だって買い出しを理由に礼拝に付き添わなかったけど、まあいいわ。その辺の理由は後で本人から聞くとして、先にマーケットに向かいましょう。あら、あれは。ありがとう。今日は随分助かったよ。いえ、こちらこそ。まあ、またいつでも連絡してくれればいいよ。予定ならそちらに合わせられると思うしさ。必ず。うん、なんせうちの妹も今から張り切っちゃってるんだ。当日のもてなしにはぜひ期待してくれよな。そうですね。では私はそろそろ。そっか、そろそろ市長さんの礼拝が終わる時間だったね。それじゃあまた。ええ、失礼します。今の男性はまさか。そう、このところそっけなかったのはこういう理由だったのね。言ってくれればいいのに、リだったら水臭いわね。でもそうね、リだって年頃の女の子。まあ愛想は悪いけど気立ても気量もいい子だもの。今の今まで
そんな噂がなかったのがむしろ不思議なくらいだわ。うん、そうね。ちょっと寂しいけれど、私が見守ってあげないと。ふう、少し遅れました。お嬢様、そんなところで一体何を？あら、リラじゃない。いつからそこに？どうやらひどくお疲れのようですね。ですからご無理は禁物と、あれほど申し上げましたのに。ううん、心配は無用よ。さ、マーケットに行きますわよ。市長、もう一度その依頼内容を伺ってもいいですか？うん。ですから、その二人がどういう関係で、相手の男性がどういう方なのか、それを調べてほしいと言いました。要するに、お二人の交際の真偽と相手の男性の素性調査、この二つを頼みたいんですね。ええ、その通りですわ。何か問題でもありまして？メーベル市長、私たち遊撃士は確かに素性調査の類も請け負うことがありますけど、それはあくまで犯罪に関わる場合のみです。そうでなければプライバシーの侵害にもつながってしまうわけですから。リラさんのお付き合いしている男性が何かよからぬことを考えている、そんな兆候でもあるんでしょうか？いえ、見た感じ人が良さそうで誠実そうな男性でしたけど。確かに見た目の印象だけでは人柄を判断できないとは思いますけど、現時点で私たちが動くというのはちょっと。そうですか。確かにそうですわよね。わかりました。私どうかしてましたわ。アネラスさん、ごめんなさい。やはりこの話はなかったことに。その市長さんはリラさんの恋を応援してあげたいんですよね？なのにどうしてそこまで心配を？あなたもご存知かと思いますが、リラは100日戦役の時に両親を失っています。その時の心の傷は多分今でも消えてはいません。私の知る限り、リラにとってこういうこと自体初めての経験だと思いますの。だから余計にあの子が傷つくことだけは絶対に避けたいんです。相手の方の家柄とか財産とか、そんなことはどうだっていい。その方がちゃんとリラのことを幸せにしてあげられるかどうか、私はただそれだけを見極めたいのです。市長さん、ですがいささか我を失っていたようですわね。リラのことですから、いずれ相手の男性についても私に教えてくれるでしょう。その時にでも本人から話を聞くことにいたしますわ。いえ、それには及びません。え？市長さんのお気持ちはよーくわかりました。不肖アネラス・エルフィード、先ほどの依頼受けさせていただきます。でもよろしいのですか？遊撃士の規約があるのでは。大丈夫です。規約の解釈はある程度個々の遊撃士に任せられ
ってますから。規約に縛られて人の心をないがしろにしたら本末転倒というものですし、市長さんの親心、プライバシーの侵害という次元で片付けるのは野暮ってもんでしょう。どうか大船に乗ったつもりで任せちゃってください。アヌラスさん、ありがとう。そう言っていただけると本当に心強いですわ。相手の男性のプライバシーを必要以上に詮索しないこと、どうかその条件で調査をお願いできますか。ええ、任せてください。リラさんの声うまく成就するといいですね。証言1。ええ、確かにその2人ならこの店に来ましたよ。テーブル席で何やら親しそうに会話してたっけ。会話の内容まではさすがにわからないけど、あのリラさんが珍しく笑顔で話してたからよく覚えてますよ。笑顔でね。それでプラタちゃん、相手の男性はどんな人だったか覚えてる？小ざっぱりとした感じのいい人って感じかな。詳しい人となりまでは分かりませんけどね。なるほど。で、アネラスさん、なんでこんなこと聞くんです？それはだから、分かります。これは恋、恋なんですよね。思い返せばあの時のリラさんの表情、あれは間違いなく恋する乙女の顔でした。あのリラさんにもついに春が訪れたか。だからそれはまだわからないんだって。プラタちゃん、お願いだから他のお客さんに言ったりしないでね。はい、わかってます。確かに見たわ。男の人がメイドさんを市長さんの家の玄関先まで送っていたの。でもちょっとくらい中に上がっていけばいいのにね。僕がミーナを家まで送るときはいつもそうしているんだからさ。ハリー、この場合はあなたの方が間違っていると言うべきね。紳士がレディを家に送るとき、普通は中まで上がらないわ。そうなの？そうよ。でもそれはそのくらい僕とミーナの仲がいいってことだよね。さて、それはどうかしら。あのメイドさんたちも十分仲は良さそうだったから。しん、まあだからといって家に上がるなって言ってるわけじゃないわ。今まで通りでいいんじゃない。ミーナ、そうするね。いちいちめんどくさいんだから。情報提供ありがとね。証言3。ここ最近市長邸のリラさんと一緒にいた人。そういえば主人とマーケットに出かけた時に拝見しましたわ。二人でお土産かなんかを見ていたようでしたけど。ふふ、わいも覚えとるで。それはもうお腹むつまじい様子やったわ。まるで新婚夫婦かと思ってしまうくらいにな。そんなに？この人の言ってることは大げさだからあまり気になさらないでね。この手の話は誇張した方がおもろいからな。
でも男性の方は確かに知り合いの方でしたわね。何とおっしゃったかしら。あなた覚えていらっしゃる？アホ言うな。もちろんや。このワイが取引先の相手を忘れるはずあらへんからな。あれはそう、確かにレナード君やったわ。レナードさんって言うと、もしかしてあのカワセミ邸の？なんや、知っとったんか。つまらんな。あの宿は仕事で結構利用するので顔と名前くらいは一応。でもトリノさん、レナードさんと個人的な面識がおありなんですね。どういう方なのか、よかったら教えていただけませんか？いいけど、こっからは情報料もらうで。え？もうあなた、冗談はやめてくださいな。いつもお世話になってる遊撃士さんのためなんですよ。すまんすまん、ついいつもの癖が出てもたわ。そうやな、レナード君は大層実直な男でな。知り合いになったのかしら。あれ、市長さんもレナードさんのことをご存知だったんですか？直接の面識はありませんけど、お名前くらいは。湖畔のカワセミ邸といえば最近富に話題の名宿ですもの。ここ数年の収益も順調そうですし、投資先としても文句のないかなりの優良物件ですわね。ええ、トリノさんもそうおっしゃってました。報告書を拝見する限り、きちんとした節度のある交際をしているみたいですし、レナードさん本人の評判もすこぶる上々のようですわね。ええ、それはもう。妹さんのソフィーナさんも気さくで朗らかな人ですし、いつリラさんがお嫁に行っても心配いらないんじゃないですか。それはさすがに気が早いと思いますけど。でもそうね、いずれはそういう話になるかもしれないのですよね。嬉しい反面、ちょっと寂しいものですわね。市長さん、とりあえず調査の方お疲れ様でした。リラの男性を見る目が確かだったこともちゃんと分かりましたし、あとは本人からの報告を気長に待つといたしますわ。そうですね、それがいいと思います。お嬢様、リラでございます。少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。あ、噂をすればですわね。ひょっとしてとうとう話してくれる気になってくれたのかしら。そうかもしれませんね。それじゃあ私はお邪魔だと思いますし、この辺で失礼しますね。いえ、できればアネラスさんもここにいらしてくださいな。話が例の件でしたら、私も調査のことを包み隠さずリラに話すつもりですから。あ、わかりました。そういうことなら。お嬢様。ええ、ごめんなさい。いいわ、リラ、入ってきてちょうだい。失礼します。申し訳ありません。お話し中とは思わなくて。あ、私のことは気にしないでください。市長さんの依頼の報告に伺っただけですから。はあ、それはともかく、どうしたのリラ。ひょっとして何か相談事なのかしら。相談事とは少し違いますけれど、お嬢様に少々折り入ってお話があったのですが。あら、何の話なのかしら。はい、実は湖畔のカワセミ邸のこと
何も気づいていなかったと思うの？もう全て分かっているのよ。申し訳ないけど、こちらのアネラスさんに頼んで調べさせてもらったの。このところあなたの様子が少しおかしかったものだから、ごめんなさいね、リラ。そうだったのですか。いえ、こちらこそ誤解させるような真似をして申し訳ありませんでした。それで、そのレナードさんは優しくしてくれているのかしら。市長さん、いくらなんでもそれは直球すぎるんじゃ。はい、とても親切な方ですが、それが何か。そうじゃなくて、もうじれったいわね。もっとこう、他に言うことがあるでしょ。はあ、それでは具体的な日取りについてのお話を。日取りって、まさかもうそんな話まで。はい、直前まで秘密にしてお嬢様を驚かせたかったので、スケジュールを検討した上で一応の日取りを設定しましたが、このまま話を進めてもよろしいでしょうか。お嬢様、リラのか、え、リラのバカ。私を驚かせたいという気持ちは理解できなくもないけど、それにしたってまさかそんな段階まで話が進んでいたなんて。お嬢様、確かにリラにはリラのプライベートがあるのは当然ですわ。こんな大事なことを今まで何の相談もしてくれずに決めてしまうだなんて。私とあなたの関係はその程度のものだったの。それにあなたたちお付き合いを始めてまだ1ヶ月ほどなのでしょ。さすがにそんな、いくらなんでも早すぎますわ。リラ、分かっているの？女の子にとって一生で一番大切なことなのよ。市長さん、ちょっと落ち着いて。リラさんだっていろいろと思い悩んでの決断かもしれませんし。もしかして何かとんでもなく大きな誤解をされていませんか。え、リラ、日取りというのはお嬢様の休暇についてです。最近激務が続いていらしたので、この辺でゆっくり休んでいただこうとリラが勝手に話を進めておりました。え、最近話題のカワセミで、かねてより一度行ってみたいとお嬢様がおっしゃっていましたので、レナード様がボースマーケットに買い出しに来られたついでに打ち合わせをしていたのですが、どうやらあらぬ誤解をさせてしまったみたいですね。仕方のないお嬢様ですね。第一、そのような話でしたらリラよりもまずお嬢様の方が先でございましょう。申し込まれた縁談がそれこそ星の数ほどもあるのに、仕事にかまけて帰り見もせずに。それはその、忙しくてそれどころでは。それよりもレナードさんとは本当に何も。いろいろと話しているうちにいい雰囲気になったりとかは。確かに親切で非常に好感の持てる方だとは思いますが、そういう対象として考えたことはただの一度たりともございません。どうして？その、あなたも若い娘なんだから、そういう経験もしていかないと。この際だからはっきりと申し上げておきます。このリラにとって何よりも優先されるのはお嬢様の幸せ、それこそが何者にも代え難い喜びであり生きがいなのです。は
お嬢様の縁談が決まるまでは自分の相手のことを考えるつもりは毛頭ございません。ですからお嬢様、リラのことを心配してくださるのでしたら、まずはご自分の幸せをお考えください。そうでなくても最近お嬢様はあまりにお忙しすぎてご自分をないがしろにされているようで。はあ、もうわかりましたわ。縁談のことはともかく、少しは自分をいたわることにします。スケジュールなどは任せるから、休暇の話そのまま進めてちょうだい。かしこまりました。それでは私はこれで。アネラス様、失礼いたします。すみません、私の調査不足だったみたいですね。 いえ、アネラスさんの報告書は全く問題ありませんでしたわ。問題があったとすれば私の勝手な思い込み。またリラに説教されてしまいましたわ。ご愁傷様です。でもなんだかすごく羨ましいです。それじゃあ私もこれで失礼しますね。そのごちそうさまでした。知ってこんなに安心してしまうなんて、私もまだまだですわね。はあ、私もいつになったらリラから独り立ちできるのかしら。Thank you.